そうそうなの。これね、後ろが48なんですよ。48ペタペタ言うな。キラキラ、キラキラの素材かな、見えますか48。マイって書いてます。そうなの。そう、今回の今回用にそう作っていただいたやつで、名前入りをハートお疲れありがとうございます。マイです。なんかこれのこれに名前入れるのに何がいいですかって最初来て、マイかマイキューか中村で迷ったんですけど、シンプルにマイにしました。ありがとう、ありがとう。みんな結構下の名前だったね。ペンギンハートありがとう。そうなんですよ。でなんか終わった後も観戦させていただいたんですけど、そう、私マツダスタジアムの客席の方ですかね、入るの初めてで、そうスタンド、ありがとうございます。雨降らなくてよかったね。いやそうですよ、本当に。あの広島は今日梅雨明けしたらしくて、明けました。快晴です、晴れです。あれ唐揚げ、あれはなんか明太コロッケあとね、まだ焼きそばも食べたの。焼きそばなんかホルモン入り焼きそばみたいなの食べて、本当はカープうどんもちょっと食べたかったんですけどカープうどん、そうなんかね、全然知らなくって、その中がどんな風になってるか、めっちゃお店があって、本当に何ですか、いろんなのが売ってて、こんな感じなんやと思って、そう食べました。美味しかった。カープうどんって名物だよね。そうだよね、食べに行きたいなんかあれ何言おうとしたんだっけな。めっちゃあるお店、お店が、あそう、なんかあの風船、なんか赤いなんか風船を飛ばすやつ、あれなんて言うんですかね、なんていうあのあれなんかわかんないんですけど、風船飛ばすやつ、あれなんかあれが、あジェット風船っていうか、そうそう、あれあれがなんか、これコロナで禁止になっとったんかね、わからんなんじゃけどね、そうあれがなんか再開されたみたいなで、そう聞いて今日ね、それをね初めて見ました、ジェット風船。え、そうえ、そう7階、そうそう、なんか7階のなんかの時に、なんかもうみんなが急にこうやってなんかね、プシャンプシャンプシャンってやりだしてね、ね何と思って、そしたらなんかココアさんが7階の時に飛ばすんよみたいなとって、私飛ばしてない、持ってなかったんよ。わなんかめちゃありがとうございます。サメ、サメありがとう。え、これサメめっちゃすごいいっぱいもらったよね私、これありがとうございます。サメ、これサメタワー、ありがとう。ありがタワーです。みんなマイポンプ持ってきてる。そうなの、みんななんかピュッピュッピュッ、サメタワーもらいました、ありがとう。ちょっと昨日のタワーのお礼もあるので、にしよう。
どの席で見たか、なんて言ったらいいんか分からん。マンモスビアさんありがとうございます。ちょっと待って、MMOTH ありがとう。放送席？違うよ、関係者席とかじゃないよ。あの何ですか、なんかね、ね、キャッチャーの人がこういたとしたら、ここら辺、こっち側、右側、ライト、こっち側、内野席、あ、そう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 、一塁側って言ったらいいんかね、その何席っていうか分からんけど、なんか屋根があった、屋根があります、あの席。お客さんもういっぱいいましたよ、本当に。わかりました、そう、私の説明で大丈夫だった、わかった。ちょっと待って、サメの絵描こう、サメの絵むず、ちょっと待って、デレレデレレデレ、あれこれゴジラかサメじゃなかった、デデ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 、あ、ジョーズどんな音だったっけね、ゴジラ来るとこだった、デレレデレレ、あれ、ありがとう。ゴジラみたいなサメ、野球ボール、野球ボールを描きます、うん、ち、野球ボールの絵文字を打ってくださいお願いします、どなたかありがとう、ありがとう、あ、これこれ、ありがとうございます。テニスボールみたいなのも混ざってるけど、シャーク、キャッチ、縫い目が、オールスターズザメかみつきます。できた、じゃじゃーん、マンモスビアさんありがとうございます。私の中のサメのイメージはこう、なんかちょっとこうグサグサみたいなそんな感じのイメージ、マンモスビアさんありがとうございます。傷、古傷が残るサメ、
うまいって言われた。ありがとう、マンモスビアさん、ありがとうございます。でありがとう、ひっそりませんでした。ありがとう、ありがとう、ひっそりありがとうあとちょっと昨日のお礼も、上満さんありがとうございます。これはねさっき書きました。あのバッター、バッター、こっち打ちの人、上満さんありがとうございます。足ある、右打ちっていうんかいね。ありがとうございます。振る前、バット振る前、ありがとうございます。腹巻きしてる、これベルトですベルトしてます、ありがとう。カキーン、音鳴ってるから、いや音鳴る前からカキーンっていうスタイル、自分で先にカキーン、カキーン2回言う。構えてるところだから、ありがとうよく食うなんだったっけな、なんかいろいろとココアさんにね教えてもらってたんですけどねなんだったっけな、なんか忘れちゃいましたね。いろいろとね見ながら、これどういうことなんですかって、ココアさんの目がめっちゃ輝いてました。でなんか帰る時も、今日本当に楽しかったね、もう本当に今日楽しかったねって相当言っててもうあの本当に楽しかったって、マツダスタジアム出た後も、もう楽しかったね、今日本当に楽しかったって言いながら帰っていきました。ずっと言ってましたね、歩きながら帰る時もずっと楽しかったねずっと、もうずっと言ってた、楽しかったね、ありがとう。今日ね、あの、のんちゃんさんが、のんちゃんさんに会ったんですよ。のんちゃんさん、あの広い球場で、なんかのんちゃんさんがね、売り子さんしてて、そうそう、で見てて、でわーってなって、えってパッて見たら、のんちゃんさんがで、まさかね、そう、球場ってか広いじゃないですか、もうだからもうたくさん人もいるし、会えると思ってなかった。そうそうそう、ありがとう。ビール飲んだ、私ちょっとビールはちょっと飲んでないんですけどスタッフさんたちが私はちょっとね、ちょっと明日も朝早いし、ちょっとビールちょっと飲んでないんですけど、酔ってるもいっぱいも飲んでません、本当に。そう、ちょっと
もう嬉しかったです、会えて。久しぶりにね、もう美少女でしたね、もう本当に久しぶりに会ったんですけど、もうこりゃ誰もが惚れてしまうもうなんかそう、ショートカットだった、かわいい、ありがとうございます。背高くなった？いや、わかんないけど、どうなんだろう、わかんない、わかんないですけど、みーちゃんさん、お姉さんでしたね、お姉さん。ありがとうございます。そう、でもビールこうやって注いでて、おーってなりました。あののんちゃんさんがビールを注いでいるすごいね、ずっと見ちゃいましたね、すごかった。そう、シャーってやるやつ、喋、うん、り方とかが、うん、のんちゃんさんだった。もうわあ、のんちゃんさんだ。テンション上がりました。球場暑かったか？まあでも夕方だったんで、あったかかったです。そうね、暑いっていうかあったかかった。うん、楽しかったね。あのね、びっくりしたんですよ、あのキャラクターがいるじゃないですか、あの球団のキャラクターがみんなバク転とかしてて、バク転とかバク宙とか、なんかもうすごいアクロバットなキャラクターがいっぱいで、私そんなの見たことなくって、そう、もうパン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 シャキーンみたいな、すごいびっくりしました。もうしかも一人とか二人とかじゃなくて、もうみんなやってて、すごいよね、びっくりしました。ありがとつば九郎、つば九郎は帽子をぐるぐる回してなんかピョーンってやってました。ぐるぐるピャーンパーン。いやすごいですよ、なんかもうびっくりしました。みんななんかアクロバット集団だった本当にびっくりして、なんか急に機敏にもうボン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 回り始めて、ドアラ、あのコアラのやつだよね、ドアラ。スライディーかわいい、スライディーはあのお尻がかわいいですね、もうプリプリしててかわいい。ありがとう。鼻からなんか出てる、スライリーなんか出てる、確かになんかあのヒューみたいなやつ、ヒューみたいなやつ出てますね、スライリー鼻からなんかヒューってやつが出てるんですよ。いや本当に本当に、あ、なんでしょうね、ピロピロ、そうそう、なんか赤い、そうそう、ピロピロみたいなのが出てるの2本
そうだな。かわいい、キャラクターかわいい。はあ、なんかすごいお祭りでしたね。初見さんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。雰囲気じゃないよ。うん、楽しかった。お疲れ、ありがとう。すごいよね、確かに2年連続で。ハリーグ T シャツ、そうです。あ、なんかすごい透けてるんだけど。透けてたよねこれ。Tシャツ透けてたよね。にゃーんにゃーん。なんか今そこってやった瞬間に透けてびっくりした。口見えてたね、びっくりしたんだけど今。どこ、ありがとう。いや、ツルツル、うん、なんかこんな感じ見えますか。いただきました、これパシフィック T シャツ。いただきました。明日からね、もう怒涛の日々が始まるので頑張りたいと思います。なんかもう気づいたらツアーまで本当にもうあと少しになってて、1週間ちょっとぐらい。ハートありがとう。うん、やばいと思って。そうなのよ、もう完璧ですか。いやーってなんか今の時点で言ったらあれなんですけど、なんか自分が出れてないレッスンとか参加できてない曲とかがあるから、ツアーのリハで投資とかがいっぱいあるんですよ。その時に頑張らないとなっていう感じですね。メンバーが全員集まってレッスンできる日って結構限られてて、本当になんかなんだろう、周年コンサートとかもですけど、なんかみんなが最後にもう全員集まれるのって大体本番の何日か前ぐらいなんで、にあるリハとかなんで。そうなんで結構メンバーみんなね、全員は集まらずにレッスンしてたりするんで、ちょっと完璧かって言われたらまだ分かんないですけど、この1週間ちょっとで、
詰めるしかないですね。夏バテせず本当にね乗り越えんとですね。お楽しみの曲は何？まだ、まあ、何も言えないですけども、そうですねうん、どうでしょうね、なんでしょうね。オーバーチュアやろ。そうですよ、見どころポイント1、オーバーチュアオーバーチュアですね。まだここまでしか言えないですね。オーバーチュアあるんだ。まあそうですね、オーバーチュアがない時はほぼないですねオーバーチュアがなかったことなくない？オーバーチュア覚えた方がいい。うん褒めて本当にありがとう。オーバーチュアで一回踊ったことあるよ。あれいつだったかな、なんかの周年コンサート、4周年ぐらいかな、いや忘れちゃった、何周年だったかな、オーバーチュアで一回踊ったんだよね4周年か。なんかさ、コロナで、コロナが流行ってて声が出せなくて、そうコール禁止だったから、だからオーバーチュアみんなコールしてくれるじゃないですか、だからそこの部分ねできないから、じゃあ私たちで踊ってみようって言って踊ったんですよ、おばちゃん。そうめっちゃ前、4周年、おばちゃんかっこよかった、本当。そう振り付けをねつけてもらってみんなで踊りました。でもし今も踊れる、いや踊れん、振り起こしせんと。ダンストラ、うん確かにそんな感じ、ダンスコーナー。リカード・オバチュアランクインしたことあるの？それ知ってるよ私、加入はしてた気がするんだけど、うん、オーバーチュアの熱烈なファンがいるの。オーバーチュアしか、マジかってなりますよ。オーバーチュア人気なの？人気曲じゃ入ってます。
私のカラオケ、最近カラオケでオーバチア流してないね、忘れてた。睡眠時間足りてる？うん、基本移動中はもうほぼ寝てる。待って、今日何曜日？あ、木曜日や、金曜日かと思った。そういやカラオケにポニーテールほどいた君が見たが入ってみる、ん、君を見たが入っているみたいよ。歌いたい。テレテンテンテテレンテンテンテテレンテンテンテテンテンテンテレテレ、本当にこれ入ってるの？テテテテ、今度見てみよう。明日は夜に配信すると思います。明日もか、明日も夜に配信すると思います。うん、早くない、早くないです。誕生呼ぶよ。ちょっと待って、ほうほう、りょんきゅうさん、おっさんずさむさん、ふみじゃいさん、まささん、きなぺこさん、もとまちさん、マンモスビアさん、東京のスワンさん、くまねパパさん、おつかれーさん、岡山のおかぴーさん、けんじさん、コンフィーさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。また明日、また明日。今日はポニーテールでした。ポニーテールをほどいた君を見たよ。ほどきません。おやすみなさい。おやすみなさいませ。バイバーイ。また。バイバイ。え、切れない？え、嘘だよね。おやー、え、切れてないの？え、だって今何分？え、何分なの？え、終わらない。すごい、今日誕生日ありがとうございます。マジで。あれ、え、今日あれ、配信が終わんない、終わんない、過ぎた1分なるよ。え、わ、嘘、48グループでさ、みんな切れてる。おめでとうございます。じゃあマジ誕生日じゃないんですけど。
アディショナルタイム、え、大人の時間ですね。いや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 、ちょっと待って、どういうこと何もしてないよ私。福ちゃんもやってる。え、バグってんじゃないバグってるよ今日これ。これ何、みんな自分で切ってるの？え、どういうこと？みんな今日誕生日。うん、0時制限とかなくなってない。どういうことな？夏休みだから？今日の分配信しとけば。いや、ちょっと待って多分カウントされんと思うよ。え、絶対違うと思う。そんなルール追加されとん？え、絶対ないと思うんだけど。25歳おめでとうございます。ちょっと待って、まだ半年も経ってないわ。24歳になってお休みは24時間 OK だね。え、嘘だ、そんなこと。そうなの？え、なんかそ、今日ね、でも LINE が来てて、なんか夏休み設定みたいな。夏休みはその学生もできるんですよ。夏休み期間だからお昼とか日中できるんですよ。みんな学校行ってる時間はできないじゃないですか。でも学生とかができるっていう、なんかそういうのは来てたんですけど、新ルール？いや違うと思うけどね。とにかくめでたい。いや、めでたくないよ、何も。誕生日じゃないよ。設定ミス。どうする？これいきなりブチンって切れるかもよ。ありがとう。え、他のさ、STU 以外もやってるのかな？やってるよ。え、そうなの？え、じゃあ本当にそうなのかな？いきなり切れる。おまけみたいで嬉しい。え、ないもんね。なんか変な気持ちなんですけど、ちょっと。アフタートーク、本編だったの、さっきの0時までは。0時まで本編で、今アフタートークだな私これ。もうすでに全部アフタートークみたいな気持ちなんだけど。あ、これアンコール。